はい、どうもゆうたです。今回はじゃーん、カナードです。こちらが APR パフォーマンスのカナードで、こちらがベルスエンジニアリングのカナードです。一応まあちょっと1個じゃ物足りないかなっていうので、ちょっと2つかっこいいんで、まあちょっと2つつけていきたいと思います。はい、すごい楽しみです。はい、じゃあまず1ギメですね。一応こちらの説明書に1は載ってますね。まあ専用設計なんで、ぴったり合ったところでつければ大丈夫だと思います。まず APR の方から、感じだね。これでまずちょっとマスキングで止めよう。こんな感じだね。うん、いや、ぴったりだね。はい、来ました。こんな感じで、とりあえずは。でもう一個のベルスの方、なんかよくわかんない、これ紙がついてるんですけど、意味わかんないですよね。バンパーフェンダーライン、ホイールウィルって書いてあるのかな。何なんだろう。パッセンジャーサイド、ドライバーサイド2枚あるんですけど、ここに合わせるってことなのかな。そうするとでも全然合わないんで、ちょっと自分の好きな位置に止めちゃいます。こんな感じかな。よし。はい、仮付け、仮止め、こんな感じですね。じゃん。
はい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 。いやかっこいいな。うん、いやかっこいい。いやかっこいい。うん。で、一応ね、あっち側はもう止めちゃってあるんですよ、実は。こんな感じで。この上のベルスの方、ちょっと左右対称にしたいんで、どうしようかなと思って、ここのラインから真ん中の位置にして、まあここのラインがこのバンパーとフェンダーの角にまっすぐ来るぐらいをイメージしてちょっとつけようかなと思って、だいたい合ってる気もするけど、ちょっとこっちの方がベルスがケツが上に上がってる気がするかも。ちょっとそれはちょっと調整したいと思います。はいはい、位置一応決めました。一応こんな感じで、もう迷っててもしょうがないんで、ちょっと早速穴をとりあえず開けていきたいと思います。バンパーに穴を開けてしまいます。まあフェンダーボディ開ける男なんで、まあバンパーに開けるぐらいもう慣れたもんですね。はい、じゃあちょっと開けていきます。こいつをドリルを使います。まずベルスからいっちゃおうかな。簡単に開くな。4箇所あります。はい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 。はい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 。あとこれ裏に何かあったら最悪ですよね。これボルトナットでつけるんですけど最悪はい、次はじゃあ APR の方のカナードの穴開けです。 APR 側は3つですね、穴が。はい、OK、完了。あと反対側もじゃあやっていきます。はい、今穴を開け終わって、一応ちょっと入らないんでボルトが、今ちょっと拡張してます。周りにビラビラが残るんだよな。よし。あ、オッケー。ずっぽりずっぽり。ビラビラが取れて。APR の方のボルトは、うん、そのままで入るんですけど、上のベルスのやつはボルトがちょっと太いんで、ちょっと太めに穴を開けました。これでつけれますね。はいはい。で、一応穴開けてちょっと金戸取りました。
穴が上4つに下が3つ開いちゃってます。じゃあ取り付けます。はい、じゃあちょっと取り付けていきます。で、裏はこの下のアンダーカバーを外せば手が突っ込めるんでなんとかなります。あ、よっこれ、ちょっと、あ、これあれだね、裏のナットが寝るみ、ね、ん？緩み防止ネジになってるから、ナットになってるから手じゃ回らんわ。なるほど。じゃあ真ん中の穴にもやっていきます。はい、じゃあそうそうそう、 これナットの、ピントが合わねえか。ナットの先っちょがネズミ色になってて、これね、緩み防止ナットになってるんで、ちょっとこのお得意のミニラチェを使って締めていきます。はい、ついたついた。いや、やばいねこれ、かっこいいな。ちょっとボルトが黒じゃないのが残念だけど、まあでも見えないからね。じゃーん、あーららららら、かっこよすぎる。一個でもかっこいいのにまたベルスのが上につくと思うとかっこよすぎて、じゃあ次早速ベルスのもつけたいと思います。はい、じゃあベルスの方もつけていきましょう。ベルスの方はボルト側のワッシャーとナット側にワッシャーとっていう感じですね。よいしょ、結構上だから届くかな。よいしょ、はい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 、なんだか。はい、でこっちの上の2つはこの下からだとちょっときつかったんで、ここタイヤハウスのここから手が入るね。はい、最高。これで早速ちょっと作業に戻ります。つけていきます。痛い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 。よし。いやー、かっこいいな。かっこよすぎる。あ、痛い。何これ。なんかが邪魔してくる。ちょっと。よし、はいはいはい。でベルスの方は裏のナットが 10mm、 APR は 8mm でしたね。で六角レンチの方の太さは変わらず。よいしょ、ラチェットが、ラチェットが入った。よかった。よかった、よかった。よし。
よいしょ。よし、これでついたね。よいしょ。はい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 。なんだよこれ、かっこよすぎんじゃんかよ。やべえなこれ、かっこよすぎて。やば。はいはいはい、やばいやばいやばい。かっこいいなこれは。これはたまらん。ちょっとじゃあ反対側もつけちゃうんで、はい、はい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 。いや無事につきましたね。はい、こっちもつきました。でこんな感じでボルトと裏にナットでついてますね。はい、まあ、APR は正規の位置なんですけど、ベルスのはちょっと取説もよく分かんなくて、まあ、雰囲気この辺りかなっていうのでつけました。まあ、ちょっとダウンフォース空力の問題がこうどうね行くのかちょっと分かんないですけど、まあ、空力マニアの方だったらすぐ分かっちゃうと思うんですけど、はい。まあ、このこれがついてるからこれで直接ダウンフォースが効いているわけじゃなくて、ここの空力っていうか風の流れですよね。でタイヤハウスの中の空気を逃がすことによってカナードっていうのはダウンフォースが効くので合ってますよね。はい、だと思うんで、はい、そういう意味なんでカナードって。まあちょっと走ってみたいですよね、高速とか。まあ、こういう空力パーツって多分スピード出さないと分かんないと思うんですけど、ちょっとこれから楽しみです。というより、あの見た目がかっこよすぎてもうあの満足しちゃってるんで僕。じゃあカナードの取り付けは、はい、以上になりますんで、はい。